小池ガジ TV の小池です。梶川です。企画もの、はい、第2弾。第2弾前回は、涼河が最下位、素敵な一発芸を、はい、やってたじゃん。で、まあ、ボニーだったのをなんでこうするんだよって言ってくれたちゃんとね、はい、今回もまたゲスト呼んでるんで、はい、はい、思います。あ、どうぞあれあ、ちょっと待って、タイが同じ日に撮ったってバレるから別日の設定でいいじゃん。はい、またこの4人で協力してもらいます。で今日は、7カ所シュート、右からのクロス、クロス、左からのクロス、クロス、フリーキック、フリーキック、1対1、1対1、 PK、 PK、横からボール出してまたダイレクトシュート、右から左から、7だから、いいですか。それで点差を、点数を、2回はきついね。2回目はきついと思うよ、たぶん。いきましょう。前回は、前回純喜が大好き、こういう感じから純喜が出てくるので、次は僕が出します。やらせよ、やらせよ、やらせよ、これはやらせよ、絶対にやらせよ、やらせよ、これはやらせます。気楽、気楽なのを忘れられます。最初に確認しておきたいんですけど、カジ君も負けたら一発ゲームそう、これ大事、これ罰ゲームはだから一発ゲームって言ったら罰ゲームって言ってるのやめてよ、罰ゲーム、一発ゲームって言いますよ。じゃあ、俺やれないよなんで上からだ罰ゲームは一発ゲーム、大丈夫、最終的にはボディが全部やるから、やりません、無理ですよ。はい、これは決めよう、これ決めればいいんですよ。右足で、うん、当て目で手で行きたいから、ちょっとマジかも。よし、はい、あ、タイム、タイム、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ本当にごめん、本当にごめん、あ、ダメだ、痛すぎる、いいよ、いいよ、あ、ボールはリーナ、ボールはリーナ、大丈夫、大丈夫、
カジカ2、はい、4点ボニー3位ヨーガ3点よい、ハイトアピール全然一発がやらせるねよいタイガー2点ちょっと1対1が時間ありすぎるから3秒にしますヨーガの20名3点やから OK ですなんて。
ちょっとハッピーちゃんと結びに行こう。さっきのクロスで。いいボールくれよ。頑張ってくれました。フィジカルになっちゃったから本性が見えました。人間味が出ましたね。それぞれの人間性が。罰ゲームは一発ゲームだもんな。三発ゲーム。結果発表。結果発表。1、トータル8点。8点。お、すごいね。今日は巻き上げた。巻き上げました。2、あ、じゃ3位かな。3位。ここ何でも乗るよ。続きません。よっしゃ。続きません。なんで続く？面白くないな。シュールなやつ。続きまして。続くの？続くの？ないよ。ないよ。じゃあもうプレゼント企画する？プレゼント企画です。変顔は一発。あのさ、なんでお前に指示されるの？ちょっと待ってください。おかしいよね。お前が指示するのやめてもらっていい？ボリのキャラを生かしたいから。どうぞ。はいはい出し切りました。ありがとう。というわけで7種類シュートタイプ。大丈夫。ありがとう。めっちゃしんどかった。キーパーかなりしんどいからね。1対1もいっぱいやられて。一番の罰ゲームだ。罰ゲームだよ。罰ゲーム。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次回を楽しみに、はい、チャンネル登録お願いします。プレゼント企画もあるんでまたいただきます。逆足勝負って書いてある。